はい、整体師の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、今ね、ちょっとショート動画の方で、まあ、僕むちゃくちゃやってるっていうのは見ていただいてる方多いと思うんですけども、このね、動画がパクられた件っていうのをね、ちょっとまあまあ、面白いから僕ちょっと動画でこすってるんですけども、これについてね、ちょっとまあ今回の動画が一応最後にはなるんですが、まあどういう経緯でこういうことになったのかっていうのをお話しできればと思いますので、この、一連のやつがね、興味ある方だけ本当に見てもらえたらと思います。なので、コメントとかでね、たまにいただくんですよ。やっぱりこういうのを見たいわけじゃないと。僕がね、得た知識とか経験とかを見たいがために見てるんですと。おっしゃっていただいている方がね、結構というか、まあたまにいらっしゃるんですけども、まあ、言っていただけることは本当にありがたいんですが、まあこういうところもね、まあ YouTube ですし、エンタメの要素も僕強いとすごい思ってるので、まあこれをね、例えば、明日も明後日もし明後日も、この誰がとかって言ってたら僕頭おかしいですけど、まあたまには1年に1回ぐらいあるかないかのぐらいなんで、まあまあお付き合いいただければと思いますし、見たくない人は全然他の動画を見ていただければと思いますので、それだけ先にお伝えしておきます。はい。でね、早速内容に入っていくんですけども、まず、なぜこうなったのかっていう話なんですが、一番初めはですね、うちに以前来ていただいた患者さんが、インスタグラムでまだ繋がってまして、DM をたまに送ってきていただけるんですが、なんか、まあ、僕はいつも動画で言ってるよね、なんか適当なことやってるやつとか、何の根拠もないやつとか、わけのわからんやつとかを、定期的に、こいつはって送っていただける方がいらっしゃるんですけど、その方が送ってきていただいたのが彼だったんですが、まあ、僕、一番初めの時点で全く知らなかったです。で、なんか見てる感じ、まあまあよくある僕がね、喋ってるようなパクリでなんか言葉遣いとかを真似してるんやろなと、で、内容も薄いなと思いながら、まあまあ、頑張ったなと思いながら見てたんですけど、一個その僕が、ショート動画で一発目に、二発目かな、上げた動画で、その整骨院のね、保険請求、保険がなんで安いのかみたいな動画があったと思うんですけど、僕が言ってたのは、1時間にね、一人かけてしまうと、1700円ぐらいしかないと。それを8時間稼働すると、いくらになります。1ヶ月20日間で計算したらいくらになる。それじゃでも無理ですよね。じゃあやっていくのは、1分間、じゃないじゃない、10分ですね。10分を1時間やれば、6人ですよね。じゃあかける6になります。8時間稼働します。20日稼働します。じゃあ、いけますよね。でも、1個考えてください。10分で、本当につきつらい症状って治りますかっていう動画を上げてたんですが、彼が言ってたのも、最初同じで、時間は1時間かけたら無理ですと。ただ、彼の動画で本当にそのピンっていうか何言ってんだろうと思ったのが、まず一発目に、その時に、じゃあ1日6時間稼働しますって言ってるんですけど、日本で大体8時間稼働するので、どの事業もね、特に僕らなんか絶対長いので、やるんですけど、なぜか彼は6時間と言ってて、アホなんやなと思いました、その時に。で、20日っていうのも言ったんですけど、20日は一緒なんやってなって、まず僕らの業界、整骨院とか整形外科とかで勤務してると、20日カードなんてありえないんですよ。週休2日で行ったとしても、22日か23日か絶対働くので、僕らの仕事って。なので、20日カードっていうのは僕が一応、一瞬だけとか、まあちょっとの期間ですけど、一般企業に就職してたことがあって、まあその名残から僕は20日っていうのはね、言ってたんですけど、この業界にいるだけの人間だと絶対その発想にならないんですよ。なのに彼はなぜか、1日は6時間、で、1ヶ月は20日っていう、ようわからんこと言ってて、ここでも、アホなんやなと思いながら見てたんですけど、で、そういう金額ですと。で、僕がさっき言ってた、それはね、1人、で、なんていうのか、1時間で5人見たらどうのこうのって計算になって、で、最後に、でも10分の治療で治せますかって言ってたんですけど、5人、1時間を10分で5人、お前50分なんってなったんですよ。もうその時で、こいつほんまにアホなんやと思って。で、それをね、やった後にその後彼がなんかパクられました。僕の動画一語一句パクられて、でもなんか突っ込まれたら大変なので勉強してくださいね、みたいな気色悪い動画を上げてたんで、僕がそれをストーリーでわざわざメンション上げて、こいつこんなこと言ってるけど、お前人のパクってるやんけっていうのを上げたんですよ。で、僕別にパクってることがどうのこうのって話をしてるんだけど、その後のここの彼の行動がね、問題なんですけども、彼がその僕が、だけたことに対して返信してきたことが、そうや。お前のなんて見てないと。人の批判ばかりして参考にならんと。自意識過剰はやめろって言ってきたんですよ。で、もう、その時点で話破綻してるんですか。見てない。お前のは批判ばかりや。見てるやん。ってなって、
正真正銘のアホなんやと思ったんですよ。なんかちょっと面白いなと。なんかちょっとおもちゃにでもしようかなと思って、僕の、その言ってた動画をストーリーで上げて、そいつの動画も引っ張ってきて上げて、で、これでもパクってないって言うのっていうのを挙げると、彼が僕をブロックしました。で、見れなくなって、その後、なんか僕のね、YouTube 見ていただいてる方が彼のところに行って、コメントでやってるところをたまたま見たんですけど、そしたらなんか、何を根拠にパクってるんですかみたいな。丸パクリって何がですか ?URL 貼ってくださいよみたいな言ってきてたんですけど、彼はその時に動画を消してました。すでに。ただ、残念なことに僕の方が上手なので、その消される前に彼の TikTok のアカウントを探し出して僕は動画を保存してました。っていうので、そのコメントの中に僕も自分のね、この YouTube のちゃんとアカウントでコメントをして、まあ、丸パクリしてるよねと言うと、何がですか？証拠を出してください。何を言ってるんですか？何をもって言ってるんですか？みたいな時なんで、じゃあ動画出すねっていうことを言うと返事がなくなって動画を出した形です。で、動画を出すと、その次の日かな。まあまあこの返信が早いのはね、素晴らしいことだと思ったんですけど、あれの方から、なんか、パクってないって言ってましたけど、実はパクってました。すいません。でも僕は人のことを晒したりしませんし、あなたがそうやって荒探しをしてる間に僕は勉強ができまして、なんかそれでどうのこうの、なんか認知行動でどうのこうのでありがとうございました、みたいな言ってて、なんかこいつほんまに日本語で理解できんボケないなと思いながらね、言うと思ったので、まあその後僕が、そのまた、彼のね、破綻してる話を全部論破するっていう動画を上げて、ちょっとまあプロレスみたいな形になったんですが、最終的には彼が、TikTok のアカウントを僕のことブロックしましたし、YouTube のコメントも多分、あれかな、ブロックしてる。なんで表示されてない状態にはなってますので、まあもうちょっと、この関連の動画を上げても仕方がないというか、まあちょっと面白いね、なんかおもちゃ見つかったかなと思ったんですけど、それ思ってるよりもそのおもちゃがアホすぎたのと、耐久性がなさすぎたのと、返しが面白くなさすぎた、会話にならなかった。っていうのがちょっと今回のね、出来事のちょっと僕の判断ミスにはなったんかなと思ってもらって。いや、もうちょっとね、面白いやりとりというか、プロレスがちょっとできるんかなと思ったんですけど、思いのほか、全くできない子で、なんか、かわいそうやなと思ったんですけど。で、まあ、別にね、再三お伝えしてるように、僕、動画をパクることとかは別に何も思わないです。はい。もう好き勝手やってもらったらいいんですけど、僕が言ってるのは、さっきね、冒頭でこの出来事が起きた話をしたように、僕がパクってるやんけと言ったことに対して、お前のなんて見てないと、批判ばっかりしてるやんけと、ね、自意識過剰はやめろ、とまで言ってきて、その後、僕が動画を保存してることも知らずに、動画は消して、URL 貼れ、証拠を出せ、って言われて、で、最終僕がこの証拠の動画を出すと、パクってました、すいません。でも、これはこうこうこうで、こうでこうで、こうこうこうでこうで、ありがとうございました、みたいなね、なんか自分を擁護する動画出してたので、まあなんか、そうやってね、僕もいろんな人と関わってきてますし、これからも関わっていくと思うんですけど、やっぱり、非を認めない人間っていうのは最終的に、僕一回ね、昔、この同業が来たことがあって、そいつがその後めくれてインスタが見つかって僕ボロカス言ってガチガチに詰めたんですけど、その時にそいつも同じこと言ってて、何やったかな、まあ、職業偽っていったのはすいませんでした。でもみたいな感じでなんか、文章送ってきたんですよ。その職業偽ってすいませんでしたが、最初の1行で、あと40行ぐらい全部言い訳でした。でも僕はこうこうこうで、こうこうこうで、で、こうこうこうで、こう言ったと思います、みたいな。なんか、かわいそうやなとしか思わなかったですね。普通に、ね、悪いことをしたら謝る。そんな小学生が幼稚園児でもね、できるようなことを、まあ別に僕は謝ってほしいわけじゃないんですけど、ただ、まあ喧嘩売ってきたんやったら、最後までね、相手してくれよと。ブロックするぐらいやったら、言うなよと。男のやったら、吐いた唾飲むなよと。思うだけで僕はここまでやってたんですけど、まあまあ、さっき言ったように思ってるよりも、そのおもちゃが、耐久性がなく頭が悪すぎたので、もうちょっとこの関連この動画で最後になるかと思いますので、まあまた、なんかあればこういうこともあるかもしれないですけど、まあ普通のね、方とやり取りしてるとこんなこと起きえなくて、まあたまに彼見てね、ちょっと頭のいかれた子がこの業界多いので、もしかしたらあるかもしれないですけど、まあその時もまた、あ、この人やってんなぐらいで思っといていただいて、興味ない方は全然違う動画見てもらえたらと思いますし、興味ある方、好きな、僕のチャンネルね、見てくれてる方ってこれ意外と好きな人多いと思うので、まあこういうこともするかもしれないですけど、まあ基本的には僕の整体師としての思ってることであったり、今まで得た知識とか、
不思議に思ってることっていう今後も出していくと思いますので、もしよかったらまた見てもらえたらと思います。はい、ではですね、今回も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。